午前6時の佐渡市、漁師が20人がかりで定置網を引き上げます。その先にあったのは大量の寒ブリです。佐渡市では今シーズン最も多い275本が水揚げされました。とにかく一日でも早く、もっと大量に来てもらう、もうそれしかないんで。温暖化などによりシーズンを迎えたにもかかわらず、寒ブリの不漁に悩まされていた漁師たち。今月4日には寒ブリ大漁祭りが4年ぶりに開催されましたが、寒ブリが見たくて来ました。稲田でした祭壇に祀られたのは稲田。寒ブリレースに登場したのはワラサと、寒ブリのない異例の祭りとなりました。今朝の大漁によって市場にも丸々と太って脂の乗った寒ブリが並びます。中には12キロ近い寒ブリも。1キロあたりおよそ2000円で競り落とされました。待ちに待った大漁に関係者も喜びの声を口にします。ブリが上がったことによって売り上げアップということで、喜んでおります。ちょうどお正月シーズンにいいブリが取れて、みんなに安いブリを食べていただければなと思っております。佐渡の寒ブリ漁は来年の2月末まで続く見込みです。